急に始めたライブ来るかな。皆さんこんにちは。みんな来るまで食べ物あるかな。おはようございます。おはようなのかな。こんにちはこんにちはちょっと急に始めました。すいません、今日ちょっと何も通知せずに始めたんですけど、昨日今日も時間があったらするっていうお話ししてたので、12時までちょっとだけねしようかなと思って明日早いのでちょっとね今日は12時までって時間決めて行いたいと思いますが皆さんありがとうございます。こんにちは。はい、あ、サンシャインご覧いただいた方ありがとうございました。口内炎で治った、口内炎治りました、おかげさまではい、皆さん日曜日いかがお過ごしですか。何かしてますか。何かしますか。毎回ね結婚おめでとうって書いてくれてる皆さんありがとうございます、うん、高山奈々ですの言い方が好き。どんな言い方してる。高山奈々です。ちょっと違ったっけあ、ピアス、これねイヤリング、私耳開いてないんだ。イヤリング耳開いてないの。よいしょ、えい、明日モーニング頑張る、早起き頑張る。あ、今日ライブなの、いいですね、楽しんでください。ポケモン、あ、いいねポケモンうんうん、あ、そう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 、アイリンさんから返礼品もらいましたお米の返礼品もらいました。ちょっとすごく美味しそうだったので、ご飯のお供にってことだったので、昨日もねユッキーからご飯のお供をもらったんですけれど、アイリンさんからもいただいたので、ちょっとこれでお米たくさん食べたいと思います嬉しい おでん食べる？あ、いいですね。うん、なんか返礼品で、アイリンさんに年貢を納めてもらったからって言ってもらいましたなんかふるさと納税みたいになってるねえ、そうそう、金沢ね楽しかったよね、ふるさと納税見たくなってるよねお腹鳴ってきたよ、あまりにも美味しそうでいいでしょううんうん何何？質問。明日からの学校がテストだらけでめんどくさいんですけれど、どうすればいいですか？そうですね。テスト頑張ってください。ねえ、めんどくさいよね。でも、乗り越えればきっと楽しいことが待ってるはずなので、頑張って。頑張って。頑張ってね。うんうん、モーニングの時何時に起床するんですか。モーニングはね早いよ、日付変わった後ぐらいに起きてるそうそう、それぐらいに起きてます。なので明日も頑張って起きます頑張って起きます
みんなも明日月曜か、お仕事、学校頑張ってください。みんな一緒に頑張ろう。あとは最近さ、これ最近なんかコメントでね、痩せましたって最近来てるんですけれど、全然変わってないです。体重変わってない。なんだろうね、痩せて見えるかもしれないけど、本当にずっと変わってないな。むしろ昨日は食べ過ぎたぐらいだったかも。気をつけなきゃ、って思ってます。あ、そっか、そうね、水曜日祝日だもんね。頑張れそう。キープ。でもね、痩せた風に見えるかもしれないけどね、やっぱり年齢重ねるにつれて体重変わらなくても体型がちょっと変わってきて、気をつけなきゃなとはなってる。気痩せするタイプ、そうかもしれない。いや、頑張ってね、太いところは隠してる。そうなの。ゆいちゃんより暗い？なんでだろうね。なんで暗いんだろう。まあ、いっか。まあ、いっか。ああ、太らないように気をつけるね、でも。あ、そっか、これ一回消さないとなんだ。そうだそうだ。あれ、違う、消さないとね、表示されないんだよね。そう、この前ね。なーにー、みんなすごい聞いてくれてる、ありがとう。おすすめのハンドクリームなんですか。おすすめ、なんか商品紹介みたいになっちゃうけど、最近は、あれ、どこ行った、最近あった、なんかいろいろ使ってて、ハンドクリームは、シロさんのハンドクリームを最初使ってて、その後、イソップさんのハンドクリーム使ってて、最近は、こちら、ロクシタンさんも使ってまーす。ロクシタンのローズ、これいい香りなの。すごいいい香りなんだよ。あ、すごいいい香り。今はこれ使ってます。ウソップじゃない、イソップね。最近これ使ってる。そう、ロクシタンさんの使ってます。いい香りだよ。あ、同じやつ、あ、仲間。そう、かわいいパッケージ、香りが好き。バラ？これなん、何の匂い？これ何の匂い？ローズの香り。バラだね。あ、ラベンダー使ってる？なんかね、すごいいい香りたくさんあって迷ったんですけれど、ローズにしました。ハンドクリームね。難しいよね、ハンドクリームって。匂いいろいろあるからね。ちょっと可愛い質問。そこ寒くない？大丈夫？ありがとう。いや、だからちょっと上ちょっと着てたんだけどね。燃えそうで。何の需要があるんだって話。もう大丈夫。でも実はね、暖房とかもね、あったりするから、寒い時はつけれるから大丈夫です。外寒そうだよね、帰る時気をつけよう。ニベアね、ねえ、でもね、家の夜とか使うのは薬局さんで売ってるようなものを使ってます。お昼何食べようね。そう。
さあね、皆さん今日寒いよね、暖かくしてね。ということでね、もうそろそろいいお時間になりそうなんで、ちょっと締めに入ろうかなと思ってますが、今日寒いんでね、特にね東日本や近畿あたりは冷たい雨で寒いので、皆さんもね暖かくしてお過ごしいただければと思います。今日昼何食べようかね。明日も早いからそんなになんか凝ったもの作ったりできないんだけれど、うん、なのでちょっとなんか美味しいものを食べたいと思います。アリさんからねもらった返礼品を一緒にご飯食べようかな。ご飯炊いてご飯食べようかな。うん。お出かけしない、私もねすぐ帰る。あ、旅行中寒い、暖かくしてね。もこもこお洋服かわいい、ありがとう。寒いから来ちゃってる。あと1時間、時間あるときね、たくさんできればと思うんですけれど、明日ちょっと早いのでね、今日はこのくらいにさせていただきたいなと思います。たくさん質問来てたのに、今日ちょっと短い時間で全然答えられなくてごめんなさい。たくさんね、コメントも書いてくださってありがとうございます。あ、ライブ間に合った、ごめん、もうね終わろうとしてた、ごめんね。またライブするのでその時来ていただければと思います。うん、ありがとうねみんな。うん、ちょっと早く帰って早く明日の準備できるようにしたいと思います。はい、皆さんたくさんコメントありがとうございました。あ、ちょうど12時になったのでそろそろ終わりたいと思います。たくさんご飯食べて暖かくして風邪ひかないようにお過ごしください。それでは皆さん素敵な日曜日をお過ごしください。またね、バイバーイ。ありがとうございました。ごめんね、今日ちょっと早めに終わっちゃう、ごめんね、明日早いから。バイバーイ、ありがとうございました。またね。切っていい？終了します。ありがとうございました。